最後の片付け。先生さすがです。言わなくてもこうしていやもう私散々今までいろんなねあのお家を自分なりに片付けてきましたけどバンバンリバウンドしてるので最終兵器伊坂先生に来ていただきました。もう先生とはたくさんあのリモートでもいろいろ勉強させてもらってあれなんですけれども今日は当日も先生ここにいてもうバンバンもう完璧な先生行きますよね私のお家。もうそれリエさん次第。私先生次第は思ったけど私次第なの。そうリエさんがね、はい、さあたくさんものがありますので、その中で絶対必要なものを選び取っていただければ、うん、もうすぐ終わる。すぐ終わる、うん、ただね私と旦那2人だけではすごく今日不安なので、ね、私も助っ人をお呼びしております。もう20年以上妹分としてもうずっと仲良しでおります上地春子さんです。はいはいリエさんの友達の人たちありがとうございます。日本語喋っています。春菜です。日本語を喋られています。沖縄から来て20年経つけど沖縄なまりが取れません。リエさんの友達お前誰やねんこれ私服でいいですか。じゃじゃじゃこれリエさんがいつもリエさん家に来ると渡されるマイケル・ジョーダン。マイケル・ジョーダンじゃない何だっけマイケル・ジャクソンとリエさんが昔入れた浴衣の下そうそう下だけこのねこれははるちゃんのお泊まりセットになってそうなんですよ。毎回これを着せされる何十年も着てるやつで今日は頑張りたいと思います。あの今まではるちゃんが全部うちの家のお片付けしてくれてたあと引っ越しもしてますリエさんが入れてきて、はい、いろんなとこにあのシールとか貼ってこれはなんだなんだって書いてるのは全部はるちゃんの字なんです。なるほど。だ汚い字やから私の字と思われたくないなやめろ今日ガンガン捨てていきましょう。やめて私は先生とタッグ組めますから ねガンガン落とし入れで姉さんのことねボーっとしてますけどこの人結構な結構な物持ちなんですよ。捨てないよね。捨てないよね、うん、だから私だけじゃないもうこの、うん、いやこれ家族ですよね。姉さんたちもあの股がやぶけてるパンツとかも全然入ってるんですよ子供たちもこれ芸能人の子供さんに毛玉まみれのパジャマとか着てるんですよ。ちょっとありえないぐらいだからね先生私毛玉だらけのパジャマを捨てずに毛玉取り機を買ったんですでも偉いすごい高い毛玉取り機2500円もしたんですよ毛玉取り機あるのよくわからないんです捨てましょう。はい、はいはい、ですか家の片付けをする前に一番大事なのが、はい、どんな家にしたいかっていう理想の暮らし、はい、これをぜひなんか言っていただけたら。家族会議したんですよね、はい、その時は、うんうん、人がいつでも、うん、遊びに来れるようなお家がいいです。今も綺麗やから来れそうですけど。あ結構ねそのコロナの前はしょっちゅう集まってたんですよ、うんうん、ただいついつ友達来るって言ったら、うん、もうその前の日から汗だくなってねそうそうあそうかだから言ったら家で今から来るって言えない家、うん、だからいつでも来ていいよって、うん、このコロナの開けたら言える家になりたいなと、うんうん例えば掃除しやすい家。あ、そうやね。私三段ベッドを向こうに動かして、うん、あそこの部屋ベッド以外何も置いてないじゃないですか、うんうん、すっごい掃除しやすかったんですよ。あ、やっぱりだこれがこう全部の部屋になったら、うん、今いちいちなんかのけてしなあかんから、うん、もうお掃除ロボット走らせましょうよ。先生そんな、うん、だから今までお掃除ロボットあったんですけど、うん、物が多すぎてお掃除機ロボットが動けなかったんですよねえちゃん、そんな家そんな家、ね、みんなせんと思うで、そうか、結局散らかってる家ってお掃除ロボットが動けないの、うん、じゃあそこゴールで、はい、いけるかな。楽しみ、頑張れ、頑張れ、大丈夫、大丈夫、絶対。いや、やっぱりリバウンドしたくない、うん、最後の方、先生のお片付けは3年後も何年後もずっと綺麗な家を保ててるっていう、うん、だからそれを本当に目指して今回だけじゃなく、うん、数年後もね綺麗な家にしたいと思います、はい、お願いします。はい、では皆さん先生本当によろしくお願いします。お願いします。皆さんよろしくお願いします。ということで先生、はい、一発目というかこれやりましょうっていうことで、うんうん、何から始めましょうか。はい、まず、うん、出しっぱなしのものがいっぱいある、うん、なんかすっご誰か来るっていう時に片付けなあかんっていう状況っていうのは、うん、まず使わないものが、うん、クローゼットとか収納にしまわれてて、うん、で使うものが出しっぱなしになるんですよ、うん、本当は使うものがしまえないといけない。へ、簡単にしまえないから出しっぱなしになる。
なんてこと。そう、なのでクローゼットの中全部出して、今から本当に必要なものだけを選んでいただきます。必要なものだけど。いや大変そうだな。そう。だってクローゼット全部出すってすごい大変だよ。だからね、どれぐらいお洋服を持ってるとか、今いろんなところにちょっと散らばってるので、あの送料全体の量を把握されてないと思うんですよ。でそこで把握することによって、同じようなものがあるとか、そういうのも気づいていただけるかな。はい。いや洋服のね厳選はねアンチエイジングです。本当に若返り。若返り？じゃあそこやりましょうよ。そこやりましょうよ。若返りないよ先生。はい。じゃあ今から、はい、じゃあ全部ここに親を暮らします。よし。頑張りましょう。頑張りましょう。うん。ここ開けていいですか？全部開けてください。一応シール貼ってるところは、はい、赤シールをバンって貼っちゃったりしてます。うわもうできちゃうね、やっぱり芸能人さんか。で、なんか、そんなことないんですよ。めちゃ借りとかで借りたらダメなんだよ。うん、なんか、服借りるやつあるじゃないですか。そんなん考えたことない。お布団もちょっと数えたらいいかな。どうも、いただきます。ほら、はるちゃんほってよかったわ。いらんと言われそうやな先生。いらなさそう。あの下の3つぐらい。一回ここに置いてもらって、私がどんどん置いていくよ。ある。この赤いシール貼っといてよ。ね、赤いシール貼ってるから、作業が早いかも。ほんまだ、全部出して、いるいらんって分けていく作業があるやん。とりあえずもうこんだけはもう確実にいらんねん、私の中で。赤いシール貼ってるから。いつ貼ったのこれは。先生が来るまでに貼っといてねって言ってくださって。すごい古着屋さんみたい、わかりやすい。白、これはちょっと黄色や。ひどいわ。一回も来てないようないっぱいなんで、何してんねやろと思う。ほんまに。これ先生全部外さんでって言うのかな。いや外して。その方がなんか。だからはるちゃんこれよう見て。あったかそう、これあったかいで、ね、見てみ、A ちゃんのジャンパー青ほど出てくるから見ときが。ほんまね、どんだけ買うねんぐらい買うやから。マジで。そうなんや。なんで寒がりだから。これでも、これでも去年一回捨ててんねんで。嘘でしょ。あ、やばい。マジでよ、こんなって出す多いね。なんかうまく閉まってるもんだな。関係ないけど、私がこうすんのがいいけど、あんたにこれ放り投げられるの嫌やわ。結構着てる大事な服やん。ごめんごめん、あんたゴミみたいに扱わんちゃいいやん。ゴミみたいに扱わんちゃいいやん。そっちええちゃんええちゃん、それええちゃんええちゃん。そうやったら思ってないよ。春ちゃん、なるべく夏服春、オッケーオッケー、ね、冬服と夏服とあれでわかるよね。なんか持ってます。どんがらがしちゃう。どんがらがしちゃう。ハンガーだけ。ハンガーはあ、それ全部ハンガー外しちゃった。うん、違う、ハンガーはいっぱいあります。うん、とりあえずいっぱいある。 ある、オッケー。まだまだあります。まだかけれないです。了解でございます。こんなにあったっけ。全部こ旦那の、さっきエイちゃんのこれ持っていこう。よし、暑いよ先生、すごいな。クロさん、開始10分ぐらいですけど。開始10分、はい、いや結構思ってた。私結構ね、毎年減らしてるんですよ、お洋服。こんなにあんのかって感じやな。むちゃくちゃやこれ。いや見てください、これ赤シール貼ってんの。あら、これ赤シールちゃうか。赤シール貼ってます。
買ってる。これはもうこのお菓子入れは旦那がもう全部いらないっていうマークなんですよ。この赤シールが山ほどあるのよ、今家の中に。恐ろしい。見て、赤シール貼っただけであんなにいっぱいあんねんけど。やば。あんたそんなから言うやつある？だからさ、え、そう、かわいい。えいちゃんこれ赤シールです。もう洋服だけで、えいちゃんの結構あるね。あ、そう？あ、そうって、なんだ、こんなもんだよ。リアクション、リアクション不明。え、せいちゃん、これ赤シールって、これれいちゃん、あ、俺のか、これ。はい。はい。こんなにあると思いませんでした。こんなにあると思います。いや、結構捨ててるんですよ、私。かわいい。結構捨ててんねんけど。うん。それでも赤シール。結構捨ててんのに赤シールとゾーン、せいちゃん、あれですよ。で、見てたゴミ漁りババアが。ババアが訪れたよ。残ったやつはもうハンガーかけといてもらっていいですよ。私がブカブカやからせたんだ。あ、すごい、どんどん開かれんね。なんかこれいつか着ることがある、セーラー本当、ああいうとこにな。何かな、はなちゃん、私これもいらんねんけど本当、あ、めっちゃあったかいねん。めちゃくちゃあったかいねん。あとなんか黒いコートもあったらください。嬉しい。いいやいいや、もらってくれる人いてて、ね、もうラッキー。はるちゃん3人ぐらいいてたらおそばけそう。えいちゃんこれも赤シール貼ってるよ、うん、赤は赤でまとめてる、うん、これガスだけでこんだけ大変とは思わんかった。とりあえず全部出ました服は。はい、これでも毎年いらない洋服はちょっと捨てるようにしてるんですけどね。こんなに、でもこっからまた減らしていくんかな先生。じゃあある程度減らしてるもん決めてるんだ。絞りだけですね、今のところ。だから減らすものはここやね、うん。でもこうやって見たらこっちも減らすものあるんちゃうと思ってまへん。こんだけ仕分けしたけどまだこっちもなんかいらん服ありそうやな、これ、うん、ねえ。先生どうしたらいいですか。もう私出すだけで疲れ切っちゃった、はい、じゃあちょっと1着ずつ、1着ずつ、うん、マジか。そう、残すか残さないか決めていきましょう。素晴らしい。これもね、うん、ちょっとあんちゃんいる？いらない。これね、あのね、人にいるって言いたくなるような服はいらないんですよ。いやすごい、確かに。そう、ほんといつも着てんの。着たくないけど。これ違います？よう着てはんの違う、うんうん、これいります？うん、いるいる。でしょ、うん、ってなるんですよ。あー、すげー。なるほど、はい、ごめんなさい。だからこれ基準です。これ絶対いりますよ。すげー。そういう基準じゃ自分の中でさっと決めていったらいいの。見てや、すぐゴミ袋出せないの。はい、先輩。そう、ここ入れてっていいんですか？はい、入れてくださいね、はい、ありがとうございます。感謝の気持ちでね。それどれぐらい着てます？これね、私見てください、うん、うわ、あ、じゃあもうね、来たしないと。なんかね、うん、店員さんがすごい可愛らしく着てたからって買ったのに、あかんわ、これもう、ね、じゃあこれは値札と言ってたから、うん、売るかね、売るか差し上げるかしてください。はるちゃんいる？いらない、はい、これも同様ですよ。ね、そうやって残、いや、これね、ほんまはね、なんかちゃんと着れるからまだ意外と着られへんねん、先生。これはあれやね、これは、あ、そうね、これはかん、あれです。はるちゃん、ちょっとこれ、ちょっと、これは別のどこに。これはいい。これはね、セーラー服です、先生。あ、それは、ダメなんだ。旦那が好きで、とかね。それは知らない。じゃあこれ、YouTube で。あ、それはいるよね。うん、花火のとこに。そう、じゃあこれはね。いるやつどこに置いてあるの？いるやつは、いるやつどこ置いとこう。あ、ちょっと待ってくださいね。今、ちょっと袋持ってきますね。いる服って書いてもらえます？いる服、いる服、はい、どうぞ。いる服、ここにちょっと置いていきますね。はい、これいいですね、はい、これ売る、はい、売る、売る服、あ、こんなのがいいですか、はい、あ、ごめんなさい、売る服、はるちゃん、すごい字汚かったんですけどね、字綺麗くなる、ユーキャンで、ユーキャンで、ユーキャンで字綺麗な字になってなんちゃって、ほんとにね、もう5歳児みたいな字だったんですよ。やめろ。こんな綺麗だったよね、そうですよ
こうやって仕分けていくといいです。これ売る売る捨てるはゴミ袋でいいよ。捨てるはガンガンゴミ袋で。これも売れるから、いやね、先生このブランドもんじゃなくても売れるんやんね。売れる売れる売れんの、うん、ほら、はるちゃん、ちょっとこれ、はい、ほんのり畳んで、これ、売るやつやから、ほら、商品やからね、縛りつけへんよね、商品やから、ね、ガンガンこれも全部、売ろう思ってた、これはもともと売ろう思ってたやつの塊。これもはるちゃん、はい、オッケー。いや、私、ほんまにね、先生、あんなも絶対、うん、私、あれ仕分けするとき赤いシールとか絶対貼れへんかったら、うん、なんでここで手放せんねんやろ。でしょ、ちゃんと向き合うからなんですよ。ちゃんと向き合う、だから、あ、なんかいるかな、みたいな感じ。ちゃんと向き合うと、こう目の当たりにして、あ、これ減らさなあかんって思われてるんですよ、うん、で、今まではもうこれっていう、もう、あ、いるかなって感じなんですけど、うん、いつ着るかなとか、うん、また今やったら買うかなとか、うん、痩せたらとか、うん、なんかいろんな言い訳をしないといけないで残してた服っていうのは、うん、今ちゃんと向き合ってるから手放してるんです。そういうこと。そう、これはこれもいります。これこれね、即答でしょ。そういうこと、うん、ね、そう、先生の嬉しいのがいるって言ってもこれいらんやろってなんで言えへんのですか。だっているものは自分しか置かれへん。そういうこと。もしこれがすごい汚れてて毛玉ついてたら、いや、それはリエさんやめた方がいいよって言うけど、これもお願いします。分かった先生、私なんか知らん、捨てるスイッチ入ってる。もうこれ捨てるのが、こんなのいらないわ。こんなのいらないわ。毛玉あるんだよ先生。毛玉取り切って毛玉取ろう思ったらいらないわ。これ捨てないわ。去年も毛玉がシワやと思って、シワがシワはいらんな。これはいるいる、うん、いるのがおかしい、ね、結局ね、これ赤しか着てないね、うん、襟元がすごい広がってでしょ、わかるでしょ。そうなん、いや悲しい、これ買ったばっかりやから捨てるもんかと思ったけど、捨てちまえ。もうこんな思った私ね、お金捨ててんのと一緒なの、うん、先生。そう、うん、でも今度からこれね、捨てないでずっと持ってたら、また無駄遣いするんですよ。どういうこと。もうこれもったいないことしたって思ってるでしょ今、うん、捨てることで、うん、だから今度買うとき慎重になるんですよ。安いから買おう。わかる、そうやんね、うん、むやむやたらにポチッと押したりすぐ買ったりせんってことも、本当に着るかどうかを厳選する。そうなんです。だからお金持ちになれるんだ。そうなんです。そうか、そう、そうか。これはどうしよう、もうどうしようって言ってました。すごいな。そう、どうしようはないですよ。そうやね、うん、どうしようはないんか。どうしようはないですよ。絶対いるって分かるんですよ。そうやな、うん、分かった。これ、お横に置いてるのいるやつ。これいるやつです、はい、ね、分かるでしょ、うん、分かる、うん、分かる。そう、ね、私ね、今日は捨てても5枚かな思ったけど、結構捨てられるもん、捨てていくもんですね。そう、いや、そしたらね、洗濯代もかかれへんしね、衣替えも楽やしね、スペースも楽やしね。そう。で、失敗しない買い物できるんです。いや、これね、なんか部屋着用って買ってんけども。部屋着はいらない。いらんの？なんで？部屋着着たら拭きます。部屋着着たら拭けんね。部屋着ですか？部屋着ってダメですよ。え、部屋着って何？いや、いや、パジャマみたいな。そうそう、パジャマはいいですよ。今日は一日外行けへん時の服。ダメですよ。へぇ、もう今から家にいてる時間長いのに、そんなずっと汚いおかんになってしまいました。へえ、もうこれいりませんね。だからお家にいる時、私はいつも家事する時エプロンしてるんですよ。でお気に入りのエプロンして、で、うん、普通の格好してこうしたらパッと脱いで、ちょっとちょっとちょっとお茶いけるぐらいの。そうやね、うん、これもしょっちゅう着てるけど、はい、なんかもういいかな、ね、もう8年ぐらい着てんのよ、本当に。もうじゃあ量着てんのよ。でもやっぱり傷んでる服着たらね、傷んで見えるから。あ、そうか、やっぱり綺麗な、やっとここちょっと、やっとここにちょっと前進できた。よかった、頑張ろう。だこうやってもスピードアップしていきます。なるほど、なるほど、ね、もうだってここも捨てるって決まってんのに、まだこう、そうよ、ね、倒産 T シャツ出てくるね。そうなんです、黒目いきます。先生、もしかしてここからまた仕分けしたりするの。いや、どうやろう、分からへん。どうやろう。分かるわ、先生。T シャツ。ストック閉じときます。あ、これも。閉じなくていいです。このままでいい。はい。これ可愛い。こんなんかけとかな、分からへんことないですよ。そうなんです。これ可愛いですよね。ここめっちゃ可愛い。これかけとかなね。こういう服はかける。T シャツでも、うん、あ、そう。そう、それかける服にするには減らすんですよ。あのクローゼットに、クローゼットってそもそもかけて見渡す場所やから、コートとか以外も、そう、靴の中だったっけ。そしたら、おしゃれになるでしょ、うん、へえ、なるほど。かけよう、後で。
ほんまぁ。つかんないと残るもんじゃないけど。また着ようと思ってから無理。それちょっと色合わせてもらって。これパジャマ、もうパジャマもこんなんあかんねん。キューみたいな先生、もう私はボロボロはパジャマと思ってるけど、もうパジャマにもしたあかんの、これ。パジャマはワンシーズンで、うん、これ忘れましょう。アダムティーウィアー、何十年入って、ちょっと待って、これ、ほんま、これ忘れました。これ15年入ってる入ってる、ほんとに15年の割りには色褪せてない。ほらって、じゃあ言うけど、これはあかんやつや。これはいる。これはみんなでね、お揃いで買った ね番組で、はい、待って、じゃあ私パジャマないねんじゃん、パジャマないねんじゃん、パジャマこう持ってん、自由とかで、だからこれをパジャマにしたらあかんの、いらん T シャツパジャマにするんじゃなくて、どう、いいけどね、いいけど、でも分かった分かった先生、パジャマっていうのをワンシーズンに2枚とか買って、うん、で使い切って雑巾にして捨てて次のシーズンまた買うんですよ。私も T シャツパターンだもん。でもこれずっとお外で着たやつ、これ寝巻きみたいな、そうやな、そうか、いや、これはもうね、これすっごい使い着やすいねん、これ、うん、でもね、うん、いろんなとこに穴開いてるデザインで、こことんでもなく開いてんねんけど、うんうん、ここパーカーで隠れるからええかも、だけどいらんな先生、喋ってる、よう喋るけどいらんな、結構着てんないよ、そうね、うわすごい、ちゃんと服と向き合ったらね、いる子わかるんですよ、じゃあこれとこれも、はい、はい、これでも結構あるんですよ、うん、基準としてはこの襟がダグダグだったりとか、うん、色あせてたらもう絶対ダメ、もう自分の価値を落としてしまうような服は持ってたらダメ、いつか着るかももうダメ、いつか着るかもは着ないですね、買った時着るじゃないですか、いつか着るための服買わないですね、だからそれこそさっき言ったみたいにレースが痩せた時にとかみたいな、やっぱり高かったから捨てるのもったいないとかあるじゃないですか、でもそれは痩せたらね、きっとね、新しい服欲しくなると思う、そうやね、今の時代は近年結局痩せたら、洋服って時代があるから、やっぱり同じようでも全然違う、 T シャツでも違うじゃないですか、はい、じゃあこれハンガーかけて上かけとこう、これはまたあれですね、はい、先生、クリーニングの保管クリーニングね、はい、そうですね、保管クリーニングしましょう、そういうのもしようと思ってるんで、保管クリーニングしましょう、そしたらすっきり、ねえ、ちょっと待って、ここ、ちゃんちょっと来て、先生、私がね、付き合ってる時に編んだ、こういうの先生捨ててたらどうしたらいいですか、捨てましょう、これは私が A ちゃん旦那に、うんうん、付き合ってる時やね、A ちゃん、あー、あったね、覚えてないよ、いらない、うちの旦那さん A ちゃんこっちに座れる、一応カメラこっちから、いらないって、 A ちゃん巻いてあげる、最後に巻いて、ちょっと最後に巻いて、写真2人でこう巻いて、あ、そうだ、2人で巻いてよ、サンちゃんの写真ちょっと戦ったりとか、いいね、いいね、あ、撮ります、はい、こんな旦那と撮ってどうやってマスクして、はい、いいやん、最後に、ね、じゃあこれで捨てられるな、ええちゃん、ね、本当よかった、これなんかこれで捨てられるね、こんなメガネかけた旦那との写真なんか思い出なの重たかったんだよ、わかるわ、重たかった、うん、重いですよね、これもあんだんやね、ちゃん、あ、これね、あ、覚えてる、すごい、カチカチにあんでんのよ、でも時間かかるよね、それこそこれ20、21とか、当時のなんか何の匂いもないマスクしてるから何の匂いもないわはい、オッケー、よし、これ全部、あ、終わった、よし、うー、疲れた、これ全部捨てるやつです、これは私がここからまた私がもらうやつ、なるほど、なるほど、ますね、じゃあ、あとは全部捨てます、計算に行ってからね、あなたもおしゃれすごいこだわりありますか、ない、それほど強くないです、うん、昔は強かったんやけどな、うん、今太ったからハイドロック決められてきてんねんな、うん、そっかそっか、うん、で、なんかこんな風な格好してほしいとか、うん、奥さんの好みもあったりすると思うので、やっぱりなんか素敵に見える服を選んでもらうっていうのがすごい、うん、なるほど、うん、で、選んでいきましょう、はい、同じように一つずつ、これも10枚ぐらいあったやつを3枚に減らしたんだ、はい、3枚減らしました、オッケーです、3枚いる、3枚もいるの、いるの、1枚でいいんちゃう、いるの、はい、はい、残す、うん、で、スーツも、はい、絞ったから、うん、いるんだよな、何枚あります、これは結婚式の思い出のやつなんですよ、うん、はいはい、あ、じゃあ、そうなんだよね、うん、あ、じゃあ置いときます、これ置いときたいです、はい、ちょっと A ちゃんさ、もう一回金婚式で言うとかね、うん、そうそうそう、あ、ね、そうだね、ね、
A ちゃんは今置いてるスーツは入るの？はい、入る入る入る。じゃあジャケットだけ羽織ってみて。じゃあいつも着ない。仕事でどこか出かけるって言ったら着るんですか？きつい。ほら言うたやろ。じゃあ他のももう一回見ます？あ、でもほらね、きついけど入るって言うんですよ先生。どう？それ前閉まるじゃん。傘ジャミロみたいな。すごい。ちょっとジャミロ。ちょっと背中パンパン。一応でもどうなの？ダメ。いや私どうかな。でも1枚だけ置いとく。いやこんなんが何枚もないと私いらんと思うよ。じゃあする。え？いらない。いらないの？どうしたんだよ。早い早い。いいね。今ってスーツ三つボタン。いいねいいねですよ。三つボタン？今の時のスーツって。いや二つじゃないですか。こんなんえじゃん逆に。他の買った方がいいかもね。そうだね。うん、ダメだったよね。何年目？うん、いやこれ結構前です。A ちゃんも物持ちいいからな。待って、 A ちゃんの上着だけかけさせてください。私ね、うん、上着多すぎるんですよ、うん、A ちゃん。いやいや、ちゃこれ超かっこいいやつ。分かってるから A ちゃんの上着がどんだけ多いから。すげえ高かったんだ。自分でもう一回見て。私の中でこんな赤いらんけどな。いるのか。これ超着てるやん。超着てるけど着てほしくない。逆に他を全然着いひんやん。だから思って。私じゃあいらない。いや、超着てんのはいいねんけど。いや、いらないじゃん。見て、こんな逆切れして何それ。やれやれ。いや、超着てんのはええねんけど、うん、これユニクロとかちゃうの？ユニクロ。あ、じゃあいいよ、ええじゃん。逆に高いやつを全然着んと、ユニクロばっかり着てるやん、いつも。そんなことない？いや、赤がええやつじゃ置いててええけど、見てこれ、A ちゃんのコートが多すぎんねん。それぞれ使う用途が決まってんの。例えばそのタッカー着るとか、うん、お出かけするやつとか、これ会社行くやつ。じゃあ会社に行くときも暑さによってこれ変えてる。これも冬超寒いときに。いいですか。じゃあ全部置いとこうじゃん。いいよ。私こんないらんの。私4枚しかないねんで。なんでいいじゃんこんなあんのよ。めっちゃ寒いときどれですか。先生言ってください。めっちゃ寒いときこれ。会社に行くとき。会社に行くとき この3枚。3枚。めっちゃ寒いときの会社に行くときが先のやつ。ん？めっちゃに会社に行くときもこれ着る。あ、めっちゃ会社に行くとき寒かったらこれ着る。これ着る。はい。真、まあ、冬。これあんまりぬくくないってことですか？そうです。これやったら暑すぎるってこと。暑すぎる。なるほど。じゃあとりあえず置いときましょうか。はい、そうしましょう。これでも減らしてんねんけど、もう私の中でも半分いらんねんけど。めっちゃ着るからってジャージめっちゃ置いてても。全部いるジャージ。A ちゃん、ジャージ買いすぎじゃない？全部いるの？だって、そんな多くなくない？ジャージ、じゃあジャージ何セットあるかいきますか？うん、これ、どうでしょう？1、2、3。そう、これは？これまたさ、これあんたまた寒い時用とかいうやつかいな。あれセットだっけ。ほな、4やんか。で、サッカー行く時ですか？そうです。これ寒い時用な？うん。いるの？ほんまに。これ何なんで？これいるの？普通のズボン。いつ履くのこれ？いつでも履く。こんなんいつでもってこれ履いてあかんの？こんなジャージを代わりに。やだ。いるねんな。やだ。な、Aちゃんってほんこれなんか私着てんの見た。これ履いてるかなっつ。オッケー。はい。はい。先生、靴下も何枚でいいとかあるんですかね？それはね、お洗濯のルーティーンで、うん、例えば洗濯毎日乾燥までしちゃうんだったら、私はもう半分足しか持ってないでしょ。靴下？え？あの、私朝走ってるから、そのランニング用だけは2足ありますけど。まず別にね、うん、で、5機へぇー。でも私あれなんですよ、あの全自動の乾燥までしてるから、洗濯待ちで置いとくっていうのもね、すぐに洗って、そうもうその日のうちに洗うから。なのでそれを考えると、男の人やったら例えばゴルフ用の靴下とかいるじゃないですか。だからそれがまあ3足あればいい。で、仕事用のなんかスーツの靴下がまあ3足あればいいとか、そうやって定数を決め、最初に決めてから靴下厳選されて。何足あったらいいでしょうか。靴下ですか、うん、パンツもそんな感じ。先生がしゃべった方がいい。私がやったら5は欲しいですね。5、うん、じゃあ5を選んだらいい。はい。そうするとね、逆に傷んだのを変えてあげる。
げれるんですよ。うーん、なんかいっぱいあるけど全部傷んでるっていう状態にならずに、それやないつも、うん、5足やったら子供も5足のうちで傷んでるとかね、うん、ちょっと汚れてるとかって気づくので、うん、じゃあ2足買おうねとか、でそれとも、まあ、1シーズンで3足1000円のやつをもう捨てて買うとか、うん、そうすると汚い靴下も何年も何年前の靴下で、靴下ってめっちゃ雑菌あるんですよ。そうなの、洗ってても洗ってても、なのパンツもだから、もう1年で1回絶対捨てる、まあ、半年って言われるって言いますけど、まあ、1年でもいいかなって私思ってて、じゃあ厚手の靴下と分けていいですかね、いいですいいです、はい、靴下もさ、靴下5枚じゃね、厚手と薄手5枚の方がなんかこれも全部薄手厚手で、こういうこだわりあるこれネクタイですよね、問題はネクタイって今します、あ、僕使わないですよ、でしょ、うん、だからこれこそも、はい、冠婚葬祭あります、冠婚葬祭あります、あ、そうですね、うん、それ今ネクタイね、あ、さっきここにあったのがネクタイかけれんじゃん、どっかにありました、丸っこいやつ、使ってないでしょ、使ってない、うん、もうあのあそこに入ってた時点で使ってない、そうなんですよ先生だからいらないと思う、そういうことね、で、なんかベルトいる服、ズボン全然ベルトしてるの見たことないもん、基本的にベルトいる ズボンがないかも、あんまり、うん、ベルトのいるね、だしき、これは、はい、長袖のヒートテックみたいなやつ、そうねえ、うん、もう使い倒してるお姉ちゃん、ちょっとこれ全部新しいの買って、それ全部捨てようか、ありがとうございます、ね、これ旬のハンカチ、なんかね、ハンカチとか男の人持ってはるので、いいの、うん、でも今ちょっと使うから3枚もらっていいですか、そうそう、ちょっと使うんやろ、こんなんもともと3枚足りるってことやね先生、3枚は置いとく、いやいや、もうすぐ買ってもらうと思うところで、3枚、ね、うん、よいしょはい、オッケー、こんなもんですかね、いいですか、オッケーです、あざっす、はい、これがクローゼットにあるお布団とかです、確かに先生、ここからまたいるいらないやっていくんですよね、やりましょう、もう私は来客布団はいらないと思います、来客布団というのはお客さんの用ね、今もうコロナの時代ですし、これはだからもういらないです ね、 ね、で私ね、うん、これから旦那と一緒に寝ようと思うんですけど、掛け、うん、布団はシングルシングルでいきたいんですよ、じゃあそれはお嬢さんどう思う、ええちゃん、それでいいと思う、だから今使ってんので、そう、今度はこれはいるやんね、いい、だからシングル2つのこれもなんかすごい湿ってんねんけど、だからね、ずっと入れてたから、そう、ずっと入れてたからクローゼットの奥の方に、なのでベッドにしたら布団かけたままにして、布団乾燥機をね突っ込んでね、干さないこと言うんですよ、もし買うとしても買い替えたらいい、こういうのもやっぱり定期的にね、枕もいらんですよ、ね、すごいこれ夏の掛け布団やんな、なんでかというと子供たちは、うん、あれで十分なんですよ、今も逆に言うとこういうタオルケットやの子供な、うんうん、見て先生タオルついてる、あらってことなんか、それバスタオルじゃん、タオルケットちゃうんじゃん、うん、バスタオルやね、うん、バスタオルね、汚いバスタオルずっと使ってるんですよ、これで買い替えましょう、変えようか、うん、バスタオル入れ替えゆうちゃん、これもどうもいらんかな、あのみんなの分があればいらないよね、そうそう、ダブルでしょ、うん、いらないと思います、ナイス、そう、ここね、すごい頭使うんですよ、布団って、そうでしょう、うん、でね、私また置いときて、もしと友達の子供が泊まりに来た時にかぶるもんないわと思ってもんですよ、でも泊まりに子供だけはよく来るんですよ、そう、
今日も全部とも子供たち友達に勤めてるし。じゃあだから一応誰か置いときます、うん、何があればいいかです。上にかけるものがあればいいのか、うん、結局ベッドにみんなで寝るんですか。友達はもう友達同士2人で寝てたりするからお布団だからなくてもいいんか。だからタオルケットでいいんじゃん。そうやね、タオルケットがあればいいね。夏これちょっと軽く干しとく、うん、ね。いやそれか先生言ってたクリーニング、いや先生もうなんか保管クリーニング出す言ってた話やったでしょ、うん、布団、うん、出して預ける。そうしようか、うん、そしたら綺麗になるしね。綺麗になるし、思ったこんな確かに置いとくのアホみたいでしょ。これなんだって。じゃあ4つぐらいに畳もうかで、うん、いらない。ワイシャツあったらね、ワイシャツにくるんでもいい。え？布団を。ワイシャツにくるむ、うん、あ、着せちゃう。着せる、うん、面白い。でもこれもだって一番大きいやつに入れそうなのにちっちゃいのに入れるっていうのもすごいですね。こういうのに入れると、そう普通はこれぐらいのサイズだと思った。でももっとちっちゃくなるんですよ、本当は。ね、全然ね。このうん、そしたら残すやつどれありますか。これ残すやつ全部です。残すやつに全部入れましょう。これえ、嘘でしょほぼ入れます。先生なんちゅうこと言うのほんまに。これすげえ。こんなんこっちやったらあかんの。それにいけんの。これだから狭いところに全部そうそう沖縄からね、出てきてるの。沖縄にもあるよ。ある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 。で、もう一個ぐらいで。これは夏だから夏にしたら。これ毎日使うやつやから、うん、でこれで全部入ってる。あともう一個。じゃあこれで、これで最後です。これで、はい、大丈夫です。うそやこんだけになったほらいけるんや。ほんでこの枕は今使ってるやつやからね、うん、そうそう。こっちやればコンパクト。でも残るやつやから、面積もったいないから。すごい先生、すげえ。あんなのこれに、こんな考えがなかったよ。そしたらこれあんないっぱいあった布団がこれだったら枕だな。嘘でしょ。バカみたい。今まで何してたんだろうね。ね。布団なくなりました。布団なくなりましたっていうか。ギューってこう、ちっちゃなったけど。だから今までいらんものをいると思っててんけどな、なんか一応置いとこうが多いんですよ。あと捨てられない。なんか今回これ初めてこんだけ広げたりしたら、いやもったいないっていう気持ちがだんだんなくなってきたかもしれない。それが多い。だって置いてても結局使えへんやんって思うようになってきたら捨てやすいかな。もったいないか、置いてても使ってないやん、意味ないやんと思ったら捨てられるようになってるわ。これ完全なる、うん、やる前はおっしゃったんですけど、いやあれいると思うよ、これもいると思うんだ。そうやね、全部いると思うものばっかり置いてるから。それがまさかあんなにやってみたらいらんようになるとは。とりあえず服と布団、うん、綺麗になりました。なった。これをまた先生がどうロジックをこう組み立てていってくれるかですよね、はい、これ私がやったらまたリバウンドするけど、先生のやり方だと絶対にリバウンドしないから頑張ります、はい。